こんにちは、マッキーです。前回に続きまして、この S13、ロケットバニー、サムライドの、今度は中身の方、説明していきたいと思います。前回の動画で少し触れたんですが、要はこの、以前作ったね、これとはラジコンマガジン企画で、リアルなラジコンを作ろうっていうことで、横本さんにね協力していただいて YD2、SX2 なんですけど提供していただいて作ったやつです。で、要はこれの、オプションパーツをたくさん入れたんで、その余った部品っていうのがあるんですよね。その余ったパーツを使って、1台組みました。でそれと、以前からずっと気になってたパーツを、入れてます。でそのパーツっていうのは、ラップアップネクストさんの VX ドックで2が出たということで、そのパーツをね、使いました。その辺をちょっと中身から説明していきたいと思います。はい、ラジコンマガジンさんの方は、今年の4月号から、順番に解説していってまして、今月10月号で第7回目になるんですけど、こんな感じで、はい、内装スペースの作り方とか、細かく説明していってます。まあちょっと7回目でまだボディの塗装まで行ってないんで、どこまで続くか分かんないんですけど、ぜひ読んでみてください。はい、それでは、中身開けてみたいと思います。よいしょ。はい、まあ普通にマグネットで止まってるだけなんで、はい、こんな感じ。はい、さあボディを取った状態なんですけど、こんな感じですね。はい、じゃあ一旦ね内装ユニットを外してみたいと思いますよ。はい、ただね乗ってるだけなんで、はい、こんな感じ。はい、シンプルですね。要はこの辺のプレートが余ったりね、後ろも丸々余ってたパーツなんで、はい。で、さっきちょっと言ったんですけど、ね、気になってたのがこの VX ドックっていう、はいはい、こんな感じなんですよね。こう湾曲のスライドラック、はい、でサーボの位置がこんなとこにあるんですね。はい、これ何が気になってかったかっていうと、要するにここの内装スペース、はい、がっつり空きますよね。はい、さらに、多分ね、横本さんから、RR ですね、モーターをリアの方に持っていくような改造パーツもあるんで、そいつを使えばさらにねこの辺もスペースが空いて内装が作りやすくなるんじゃないかなと思います。さああとね、フロントに追加したパーツ、はこのね、アッパーアームですね。はい、これはね、こっち側で止まって肩持ちなんですよね。こっちがないです。はい、でこれでまあ十分強度あるんですけど、はい、ラップアップネクストさんの、近藤カスタム足バージョン2ってやつなんですよね。はい、もう一個ね、この中にベアリングが入った、ちょっと高級なねいい感じのやつがあったんですけど、でも僕はね商品名が近藤カスタム足、はい、この方です。の名前がついた商品だったので、はい、こっちにしましたよと。はい、カスタムさん、これがね、ラップアップさんのサイトになります。はい、近藤カスタム足、名前がいいですね。はい、
はい、それとちょっと変えたのは、ここのボールエンドの突き出し量ですね、これをちょっとこっち側に、はい、このパーツ入れて前に出してます。3ミリぐらい前に出したかな。はい、このね突き出し量でこのアッカーマンですね、左右の動きが変わってくるんで、よりこっちが切れ内側ね切れたりしていきますよね。はい、でなんですけど、このねこうバンプ変化、こうバッてバンプした時にタイヤがほら動きますよね。はい、でねこれをね、補正するためにね、ここにね実はね、わかるかな、ここの高さをちょっとこう上げるオプションパーツがあるんですよね、ラップアップさんから。はい、要はここの高さがほら引っ張られるでしょ、これでタイヤが動くんですよね、要するに。なのでここの高さを上げるかこっち側を下げるかで、このバンプ変化量っていうのが収まるんですけど、ちょっとねどこも在庫切れでまだ手に入れてません。はい、でまあでもねこの状態で走らせた感じなんですけど、フロントが本当ねしっかり決まってて、すごい接地感がある感じなんですよ。でねこの間はねリーポンに運転してもらったんですけど、ちょっとね大阪の松原のドリフトスタジアムっていうところで走行した動画があるんで、今度はリーポンに撮ってもらいました。見てみてください。はい、いいですね。VXDOC2 です。このね、YD2 の、これは SX2 の、メインプレートなんですけど、この穴もね、こんな感じで、もうポン付けできるものなので、はい、これはおすすめですね。はい。要は、ここに、だいぶスペースができました。はい。で、今回の S13 シルビアは、まあ何がいいかというと、例えば、ね、助手席じゃ運転席、この辺ですよ。はい。でも、例えば、こういうミッドシップのね、車、はい、とかだったら、多分運転席もっとこの辺とかに来ますかね。はい。この辺にある車とかあんまないかな。ハイエースとか、はぁ、はぁ、とか、でこの後ろもねこんだけ自由度があります。で要は内装パーツをこの状態で作っておくと、いろんな車種に対応できるシャーシになりましたという感じです。はい、さらにサーボは双葉さんの、571、はい、でジャイロは同じく双葉さんのこんなとこにいてますね。はい、これ今のところ450です。550っていうね新製品出てるんですけど、僕はまだ試していません。手持ちがねもう一個あるんですよね。はい、いつか買えるかもしれませんけど。はい、でアッパーデッキなんですけど、普通のね、YD2 のパーツ使っていくと多分高さがもうちょっと高いことになるんですよね。はい、なのでこんな高さ下げるためにこれは普通にねホームセンターなんかで売ってる、アルミのバーですよ。はい、幅が10ミリで厚さがこれ5ミリやったかな。はい、普通に1メーターサイズで3、400円で売ってるようなもんです。それをまあカットして、つけてますよと。はい、はい、これで要するにまあ横は
うん、横もしっかりしてるんですけど、横はまあ銃弾で、縦方向はかっちりしてますよということですね。このパーツ結構大事です。はい、はい、さらに受信機はこいつ、こんなとこにいてるんですね。これは空用の 2008R っていう受信機です。7チャンネルまで使ってますと、いろいろギミックとかね、ヘッドライトつけたり、サウンドシステム、エンジン音とか、はい、チャンネル使ってるんで、ちょっと変わった形してるんですけど、多分ね、双葉さんから 7PX とこの2008のセットっていうのも販売してると思います。はい、でそれと双葉さんのまたパーツで、こいつがいるかな、 CPS の1ってやつ。これ何するやつかっていうと、プロパの設定で、要するに電源のオンオフのスイッチング回路です。はい、これ受信機の普通に任意のチャンネルにつないでもらって、出力が、これ多分6、受信機と同じなんで 6V ぐらい出てます。これの要するにオンオフ。はい、あと 7PX の設定で点滅させたり、その点滅の速度ですねとかも 7PX から、設定できますよというものです。はい、さらにアンプはこいつ、ここにいてますよと。はい、今んとこ、G-Force の TS120 ってやつです。はい、はい、モーターもソニック、G-Force のソニックさん、こんな形でついてますよと。はい、はい、からのバッテリーはここですね。はい、ちょっとバッテリーホルダーはね、カイダックプレートってやつで作ったんですけど、こいつをね作った時にね、そのカイダックプレートの説明してるんで、またよかったら動画見てみてください。はい、はい、バッテリーはね、まあ一番後ろに置くとね、ちょっとねやっぱ変わった動きするんで、まあこの辺に持ってきて、で、まあ、バッテリーの上にシートを乗っけてもいいと思いますが、今のところアンプもモーターもバッテリーの位置、あとサウンドシステムですね、センス社の ESS ミニってやつです。はい、今のところこんな感じで出来上がりましたけど、今後いろいろねまたねオプションパーツ入れたりモーター変えたりいろいろしていくかもしれませんが、はい、これで落ち着きましたということです。さて次に内装ユニットですけど、はい、基本ねベースはねプラ板使ってます。はい、でこの辺のフロアはプラ板の1ミリを組み合わせて作っていってます。でこういうあまり強度がいらないところは 0.5 ミリ、はい、のプラ板使っていってます。はい、で、このロールバーなんですけど、基本ね今回はこの ABS パイプってやつ、透明 ABS 丸パイプで 6mm とか 5mm とかがちょうど合うと思います。はい、で接着はこのねアクリサンデー社の、はい、アクリル樹脂用接着剤、こいつでパチッとひっつきます。樹脂をね溶かして接着するんでかなり強度出る接着剤ですよと、はい、いうことになっております。はい、でこの辺のガジェットはプラ板でね穴開けて作っていますよと。はい、はい、ステアリングは、毎度おなじみの、フォレックスってやつです。今までいろいろ動画で説明してきてるんで、まあ、ちょっと今回はしないですけど、この辺もフォレックスっていう素材でシートね作ってます。でこのシートは、シートだけの、制作動画、投稿してるんでぜひ見てみてください。はい、
はい、この辺もプラ板とかフォレックスとか、はい、組み合わせて作っていってますよと。この辺もフォレックスで作ってますよと。え、こいつはプラ板で作ってますと。まあいろいろですね。はい、はい、それとアンプのファンのところから電源を持ってきて、このコネクターでつなぎます。見えへん。これつないでずーって線を引っ張ってきて、はい、ここにね、よっ、チップ LED ついてるんですよね、ここに。はい、ここで、内装の照明、はい、照らすようにしていますよということです。はい、これでだいたい 100g ちょっと重さになるんですけど、ほぼね半分ぐらいはね、このね ABS パイプの重さなんですよね。これで作るとちょっとね重量になります。でね、もう一個ね、このね、普通のプラパイプメーカーなんですよ、ウェーブっていうメーカーさんですね、のこの 6mm のパイプなんですけど、これのね肉厚の薄いパイプと厚いパイプっていうのがあるんですけど、この薄い方のパイプを使うとかなり軽く出来上がりますね。はい、なので多分このサイズのを作っても 100g は切ると思います。はい、ただこの曲げ加工っていうのが難しいんですよ、この肉厚の薄いのだと。はい、はい、そこはちょっと工夫がいります。はい、でね、こいつもロールバー入ってるんですけど、これ作った時にね解説したと思うんですけど、要はこの曲げのところは ABS パイプを使って、この直線のところはこのパイプを組み合わせて作ったんですよ。そしたらだいぶ軽くできるんで、はい、いろいろ工夫していきたいと思いますよ。はい、さてと、じゃあバッテリー込みで重量バランス測ってみたいと思いますよ。よっ、じゃじゃん、よっ、1650で、リアが 63% のフロントが 37%、 左右のバランスもいい感じですね。はい、次に、よいしょ、ボディの説明ですよと。はい、ボディは、アディクション RC さんの日産 S83 シルビア、はい、商品がこいつ TN サービス京都、長い俊樹モデルさん、はい、ステッカーつけたらこんな、ほら、かっこいい感じになりますよね。はい、ちょっとねパーツがすごいいろいろ分かれてて、まあ、説明書通り作ればいい感じにできると思うんですけど、ちょっと今までのね普通のねラジコの作り方よりはパーツ点数が多くなってます。でね、僕らねその分ねこういうねややこしい柄とか入れるのはね、はい、逆に楽なんですよね、パーツが分かれてると。はい、で製品としてはよっ、こういうねリアのねこういうディティールですね、こういうのもね最初からついてるんでね。はい、でこういうウイングは自作したんで、こいつはまずね快諾プレートの1ミリはいで作りました。はい、結構ねこのクロスを入れることによって、結構ねちょっとしっかりするんですよね。はい、このクロスがあるのとないのとでは全然違います。ふにゃふにゃするんでね。はい、でこういったちょっと衝撃に対して弾力があるんで、はい、衝撃を弾力で吸収する大作戦であります。はい、
はい、カイダックプレートねよく使うでしょ僕、はい、こんな感じなんですよね、カイダックプレートこれは1ミリなんですけど、はい、これ弾力あるやつですね、カットもカッターで簡単にできますし、削ったりで、あとまあライターで炙ってギュッて曲げて、ね一旦曲げて冷ますとしっかりカッチリするんで、すごい扱いやすい材料ですね。はい、さあライト、こっち通常のライトなんですけど、こっちはなんかプロジェクターライトっていうんですか、はい、ちょっと変わった感じですね。はい、でちょっと分かりますかね、この中のこのリアルな感じなんですけど、これちょっとね赤で塗ってみたんですけど、はい、こういうのも付属してますよと。はい、あとこういうね、エアロパーツ、はい、このカナードだとか、はい、こっちサイドもついてます。はい、この辺もずっと、はいはい、でちょっとこのねルーバーっていうのは、ちょっと自作したんですけど、この上のパーツは付属してますよと。はい、この辺のね、ディテールとか抜かりなしですね。はい、アディクション RC さんさすがでございます。はい、あとウイング、このウイングですね、これもポリカーボネートなんですけど、アディクションさんから発売されてまして、こういうね、ボディの色と合わせたい時にこう、まあ、一緒に塗装できるんで便利ですね。はい、サイドは、自作してます。これもポリカバンで作ってます。はあ、わかりにく、このルーバーなんですけど、まずねこう全体がっつり切り抜いて、あとねこれは1センチ間隔で、曲線描きながら切ってカットして、でこのプラ板でこう分かりますかね、この だんだん階段ミョ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 、この階段状のバーを2つ作って接着してますよと。接着はこれでいけますからね、はい、さっきの説明したやつです。はい、であと、この辺で内側からその階段を接着してるだけです。はい、ちょっと変わった感じでしょ。はいはい、はい、でここはメッシュ入れてます。ちょっと分かりにくいかな。おお、はい、こう切り抜いてメッシュ入れてるんですね。はい、メッシュは普通に例えばホームセンターとかで売ってると思いますけど、こういうね、ステンレスメッシュ、これ30メッシュってあるんですけど、いろいろねこうメッシュの大きさが違ういろんな種類のものが売ってます。これもそんなに高くないもんなんでね、それペチャって貼ってるだけなんで裏から。はいはい、それとドアミラーなんですけど、これは RC アートさんのミラーです。ちょっと僕の中で一番リアルなんで、 RC アートさんのドアミラーって結構他もいろいろ使ってるんですけど、今回もアルシアートさんの使いました。はい、でミラーの部分なんですけど、パーツはまあ別になってて、こういう状態であるんですけど、まあ、これにミラーシート貼ってもいいんですけど、こういうねポリカバン、これをちょっとポリカバンにこう毛がいて切り出して、ポリカバンにこの裏側からミラーシート貼るとちょっと分かりにくい、より鏡になるんですよね。はい、リアルな感じです。はい、でそのミラーシートっていうのは、この、レーベルさんから出てるこのミラーシートってやつで、映ってるミラーシートで、こういうね金色も売ってるんですけど、はい、こう窓に塗るような貼るようなやつですね。はい、こいつを使ってますと。はい
はい、でワイパーなんですけど、これ多分だいぶリアルですよね。でね、いつもワイパーも自作してたんですけど、ちょっとこういうとこはできないっすよ、限界。できるかもしれないけど、もう老眼で見えないっす。はい、これはね、スーパーラジコンさんのオリジナル商品になるんですけどね、これは S13 用のワイパーとして売ってます。あとね、86用のワイパーとかいろいろリアルなものが出てます。はい、いずれアディクションさんからもこういうのが発売されるでしょう。はい、期待しています。はい、で、ここの部分メッシュになってるんですけど、本当は製品としてはね、ここ、ポリカーボネートでこうパーツがあって、こうこうルーバーみたいになってるんですけど、今回はこれまでシート貼っちゃいました。はい、メッシュシート、そのメッシュシートがこれはね、パンドラさんから、まだ発売されてもあがないんですけど、こういうね、細かいのとちょっと大きめのとついてる、これメッシュシートってやつですね。はい、こいつを切り出して貼っていますよと、はい、いうことになってます。はい、それと牽引フック、この部分、この部分はプラ板で作ってで、ボディに直接接着してますよと。はい、これは、6ミリ幅のリボン、手芸屋さんとか行ったら売ってるんじゃないですかね。はい、で、ここプラ棒を2ミリを黒く塗ってポチッとしていますと、はあ、よいしょ。はい、後ろも同じように作っていますよと。この部分はプラ板でボディに接着して、はい、あとは一緒です。はい、いい、はい、でマフラーは、こいつはエクシードさんのマフラーです。でエクシードさんのマフラー、こんな感じなんですけど、要はここまでなんですよね。でこの後ろ、こっから後ろの部分、よいしょ、ここ、これ、ここの、こっから奥の部分はプラ板で作りましたよと。はい、はい、こんな感じで止まってるんですけど、後ろの部分突き出してますよと。はい、よいしょ。はい、そんな感じですけど、次に、塗装の方を説明していきたいと思います。まず塗料なんですけど、最近ねハマっているこのショーアップカラーさん、はい、基本ショーアップカラーの塗料で使ってます。で、何がいいかっていう と、まず顔料なんですよね。で顔料で、これまあ日焼けに強いとかいろいろ利点もあるんですけど、とにかく食いつきがいいんですよね。で食いつきっていうと、例えばね、こういう角っことか、ちょっとよくダクトでこういうボコボコってしたとこありますよね。はい、ああいうとこ拭いていくと、染料だとどうしても流れていくんですよね、塗料が。でも顔料で、でショーアップさんの塗料っていうのは、こうエアブラシで拭くとそこにちゃんととどまってくれるっていうか、塗料が流れていかないので、広い面は一緒なんですけど、こういう、こう細かいとことか角とか、はい、塗っていくときにすごく威力を発揮すると思います。で、ショーアップさんは、MST サーキ、MST ね、ショップにも、販売していますけど、これね、楽天のサイトで、購入できるんで、はい、こういうね、実写の塗料を扱ってるね、塗料屋さんなんで、はい、ずっと以前ね、ショーアップさんの動画も投稿してるんで、ぜひまた検討してみてください。めっちゃいいっすよ。はい、まずね、同じように、ボディはね、食器用洗剤で油分をよく落として、まずね、このね、
クイックプライマーってやつがあるので、まずねこういう窓とか、はい、こういうところねマスキングして、はい、全体に拭きます。もうごく薄くでいいです。薄く拭きます。でねこの間ショーアップさん行った時にねなんかね問い合わせがありましたと。このプライマーを拭いた後にこういう柄をマスキングしていったりするとこうマスキングののりがベチャってついてどうしようもないって問い合わせがありましたって言ってあったんですけど、マスキングのねそれはね種類があると思うんで、あまり粘着の強いマスキングテープとかを使うとのり残りねすると思うんで、いろいろ試してみてください。例えばこのキットに付属しているこの窓とかをマスキングする、マスキングシートとかは粘着力が強すぎるんで、プライマー拭いた後にそれをやっちゃうとのり残っちゃうと思います。でこういうね紙の普通の粘着力のね薄いねマスキングテープとか、僕がよく使うのはこのね、ユーロポート社のマスキングシートなんですけど、これはねステッカーでカットしてするマスキングシートなんですけど、こいつなら全然ね逆にしっかり貼れて綺麗に剥がれるんですけど、ほんとね綺麗に食いつくんで、こういうちっちゃい文字なんかでもねしっかりマスキング、逆にプライマー拭いた方がいいんで、それはね、感覚で試してみてくださいね。はい、次に、プライマーを拭いた後、まずねこういう文字とかねこういうねこれ水墨画なんですけど、こういうとこ入れていくんですよね文字とか。はい、でこれどうやったかっていうと、まずパソコンでね、データ作ります。よいしょ。僕いつもねこれねエクセルで作っちゃうんですけど、よ、はい、よ、はい、こんな形で、ネットの画像とか、こうエクセルで作った文字とか、そういうのをエクセルに貼ってデータ作ります。はい、こんな感じですね。これまあちょっと A4 サイズなんですけど、はい、でねこのね多分この画面の表示サイズなんですけど、これちょっとねパソコンによって違うと思いますけど、僕の場合 98% あおこれこう 98% に設定しておいて、でプリンターでプリントアウトするとちょうど実寸サイズのがプリントアウトされるんで、これねいろいろね作る前に試してみてください。これ一旦分かっとくと便利なんで、サイズがね、はい、やるときに、はい、でプリンターの設定は、これねいろいろ僕はエプソンのプリンター使ってるんですけど、はい、プリントアウトするときはページの設定を、左右反転、はい、これに設定してプリントアウトすると、要するにこういう文字とか、反転してプリントアウトします。はい、でそしてこういった、この内側から貼っちゃいますよということです。でその、使うプリントアウトするねシートなんですけど、このねこの A1 さんっていうメーカーから10枚のシートなんですけど、透明の光沢フィルムってやつですね。はい、で今回はこれ使ったんですけど、もっとね厚みの薄いもんがあったらね逆に教えてほしいんですけど、薄ければ薄いほどいいと思います。でこの透明のフィルムを内側から貼っています。なのでプリントアウトするときは反転させますよということです。こういうね、こう A6 サイズかな、こういうのも売ってるんでちょっとしたねロゴとか入れるのも便利だと思います。さあそんな感じで、いつもはね、全部塗装で行くんですけど、今回はね水墨画ちょっと筆でね描いたような絵、
はい、とかなんで、あえて全部こいつでフィルムでいきたいと思います。これちょっと実験的にねやるんですけど、あとちょっとマスキングで塗装した部分もあるし、この辺もマスキングで塗装ですね、はい、でこの辺はフィルムでいってます。はい、はい、この辺はマスキングで塗装です。マスキングで塗装、これフィルム、はい、で試してました。ただフィルムでね行くと、一個ね、まだちょっとね研究しないといけないんですけど、わかるかな、どうしてもこういうね角がフィルムのね出ちゃうんですよね。はい、ちょっとわかるかな、これが嫌なんですよね。こっちは塗装でマスキングで塗装でいってるんで、はい、ほらこのわ、このわかるっすよね。はい、こういうところもフィルムのとこが出ちゃうんですよね。はい、はい、ただ、普通の塗料を使うと、さっき説明した理由で、こういうのもっとくっきり出ると思うんですよ。でショーアップで顔料でとどまってくれるっていうでこれで収まってるんですけど、多分もっとくっきり出ちゃうんじゃないかなと、なのでこういうのもショーアップさんおすすめですよということです。さてその各ねフィルムと塗装終わった次は、こういうちょっとね和柄な模様ですね。はい、これはこういう雲、まあ雲の形なんですけど、ここはマスキングして、ショーアップカラーさんのこのねスモーキーアッシュ、あ、スモーキーアッシュってやつ、これを、めっちゃ薄めて希釈、薄め液ですね、はい、希釈して薄く拭いた感じです。はい、どうすかね、はい、こういうねブシャってなってるとこはエアブラシを至近距離に当てて一瞬拭いたなんかちょっと模様、はい、ここもビチャビチャって、はい、こうスモーキーアッシュで拭いた模様でございます。ビチャビチャとスモーキーアッシュとこうビチャビチャと、はい、はい、ビチャビチャ、あ、そうそう、この間ねショーアップさん行ったらね、今ねこの薄め液っていうのがこうカンカンで販売されるようになったんですけど、このカンカンにねここにねミディアムって、これはミディアムなんですけどね、スローとか、ファストとか、何種類かあったんですよね。でどうやらこれね乾く速度ですね、エアブラシした後のに乾く速度が速いとか遅いとか、はい、いろいろね開発して出してきてくれてますね。ちょっと僕はまだ使い慣れてて怖いんで、もう一回ミディアム今までのねと同じやつ、以前はなかったんです、そういうラベルが。はい、いろいろ試してみたいと思います。でこのね速いとか遅い何がいいかっていうと、例えばこのねこれキャンディーペイントの赤なんですけど、使ったのがこのね、ディーバシリーズのトーチレッドってやつ、はい、これを使うんですけど、まあ、使うとき、まあ、大体 1.5 から2倍ぐらいに希釈するんですけど、はい、まあエアブラシで拭きますよね、まあ、裏から拭くんですけど、拭いて乾いたときにツヤがなくなりますよね普通の塗料だと、はい、でこの希釈率とか例えばエアブラシの、この拭く時のこの距離ですねによってツヤが出せるんですよね。はい、まあちょっと説明難しいんですけど、遠くから拭くとそのまま乾いたものが出るんで、ツヤがないように塗れる。で近づくとちょっとウェットな感じになるので、そのまま乾くとツヤになると。はい、ちょっと説明難しいんですけど。でその辺の感覚を覚えて、この
まあ、こう裏からですよ、裏から塗装するんですけど、ツヤが出た状態で裏打ちのシルバーを拭くと綺麗なキャンディ色が出るんですよね。ツヤがない状態でシルバーを拭くのとまたちょっとね、そう綺麗さが違うん で、そういうコントロールするのに早いとか遅いとか、はい、ちょっとマニアックな話になってきましたけど、はい、そういうのもいいと思いますよと、はい、ずっとキャンディーでね、はい、はい、要はこういう文字とかフィルムでいってマスキングするとこはマスキングして、はい、赤のキャンディーを、はい、これ全体マスキングしますよ、赤以外ね。でマスキングして赤ずっと入れますよと、はい、他はずっとマスキングです。はい、赤拭いて、はい、ちょっとこの辺グラデーションにしてね、下地のシルバー出してみましたよと、はい、ずっと来て、はい、赤を拭きましたと、はい、でマスキングを剥がして白、エアホワイトですね、はい、を拭きます。はい、はい、白を拭いた、あとは、もう一回裏打ちは今度ねシルバーでいきます。はい、シルバーで裏打ちシルバーなんですけど、はい、通常多分ねその後に黒最後に裏打ちすると思うんですけど、今回はシルバーの裏打ちまでです。で内装があるんで、この辺の見えるところはもう一回ホワイト打ってます。でマスキングで窓枠の部分は黒拭いてますけど、基本全体の黒は打ってません。黒打っちゃうとねホワイトの発色がまたね事情が変わってくるんで、裏打ちはシルバーまでです。でその裏打ちもなんですけど要するに顔料、隠蔽率が高いんで、裏打ちの黒までは必要ないという判断です。はいはい、そしてライトパーツの部分ですけど、中はね別パーツになってて、こういったサテンシルバーで拭いてます。タミヤポリカスプレーのサテンシルバーで、レンズの黄色いところはこいつですね。うわちょっと汚ね、アドニスイエローってやつで、さっき説明したみたいに、エアブラシのね近づけ方とか、希釈の仕方でツヤになるんで、ね、こうクリアな黄色になりますよと、はいはい、リアの、ここのねここに「サムライ」って文字が、電飾で浮かび上がってくるんですけど、これは、透明のポリカ板をマスキングして、黒はね、光が漏れないように結構しっかりめに拭いてあげます、はい、それから文字のところはこうトーチレッド、はい、逆に、今度文字を浮かばす、まあ、LED で文字を浮かばすんですけど、光がよく反射するように逆に今度はツヤがなくなるような拭き方してます。はい、はい、裏打ちのねシルバーまでできたら最後は表面、窓のところとかフィルム残して、カットしてフィルム残します。最後に、タミヤスプレーで、フラットクリア全体に拭きます。さてこの、フェンダーの彫刻の部分ですけど、ここもね、このように、別パーツになってるんですよね。なのでこういう作業がすごい楽なんですけど、まずね、カッティングマシンで、要するにその竜のね、マスキングを作ります。はい、カッティングマシーンね、ローランドのステカで、このね竜の形なんですけどカッティングシートを作ります。このステカがね、カッティングマシーンの説明は、
前のね、産後パンデムの時に詳しく説明してるんで見てみてください。はい、はい、そのマスキングを貼ります。でそしてちょっと分かりにくいんですけど、この角っこのとこずっと、これも塗り残しっていうか、最初にマスキングで縁やります。でここは下のパースとの接着面なんで、ここも処理しないようにマスキングしました。はい、でその状態で、クリア塗料を拭きます。でクリア塗料は何でもいいんですけど、僕はこれちょっともうね、発売生産中止になってるんですけど、東方技研さんのエンジンカラー、クリアっていうのもあるんですけど、僕はちょっと手持ちがなかったんで、もうプライマ、透明ですよね、はい、このこいつをスプレーして、で、スプレーはね、3回か4回ぐらい、はい、乾かしてまたスプレー、乾かしてスプレーを繰り返し、3、4回、そうすると、要するに段差になりますよね。この形が浮いてきますよね、竜の形が、この辺の雲の絵で、このブツブツはこれも何でもいいんですけど、例えば、100均とかで売ってるんですけど、爪のね、トップコート、これジェルコートってやつですけど、もうこれ100円で売ってます。これを、爪楊枝の先にちょんちょんで、ひたすら、ちょん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 、はい、点々打っていきます。はい、全体に、はい、何でもいいです。木工ボンドでもこれ乾いた透明になるんで、うまいこといくと思います。はい、でその状態で、各所マスキングを剥がして、次ね、タミヤスプレーポリカカラーのサテンシルバー、はい、を拭きます。要するにこんな鏡みたいなミラー塗装できるやつですね。はい、他にもいろいろあるんですけど、やっぱね、こういうミラー系のやつって粒子が細かいんで塗膜が非常に弱くなるんで、今のところおすすめはこいつです。でタミヤのポリカカラーのアルマイト系のやつ、あとね、薄い水色とか色の入ったやつ、ピンク色も出とったかな、はい、とかもあるんで、そういうの使っても面白いと思いますけど、今回はボディが白いのでそのままシルバーでいってます。はい、でサテンシルバー、これもあまり濃くなりすぎないようにミラーになるように、はい、拭いて裏打ちに、シルバーです。はい、普通のシルバー裏打ちで、またね、通常その後にさらに黒で裏打ちするんですけど、今回はシルバーまでです。はい、発色の関係でシルバーまでと判断しました。はい、ちょっとね、分かりにくい説明やったかもしれないですけど、要は、要するに段差になればいいんですよね。これちょっとね、分かりますかね、ちょっと色が入っていると分かりにくいんですけど、こういうね、うっすら、こういううっすら出てくるんですけど、光の当たり方によってうっすら出てきますよね、これ文字。これはね、透明のシール、透明のフィルムカットして貼っただけなんですよね。あと普通に塗装するだけです。はい、あまり目立たないですね、色が入っちゃうと。はい、さてこの彫刻塗装なんですけど、これにね、色が入るとこれもちょっと面白いんで、過去に作ったものを見てみましょう。さてこれはね、3、4年前に作ったやつなんですけど、同じやり方でやったんですけど、塗料が水性塗料を使ってるんですね。はい、当時はね、まだカッティングマシーン持ってなかったんで全部手でやったんですね。もう死にかけましたよこれ。はい、で発色こんな感じなんですけど、多分今だったらね、このねアデニシイエローでキャンデーでやったら
もっと綺麗な、ほらあのマルちゃんの、S15 を塗ったあんな感じの発色になると思うんで、ね、もっとくっきり、もっと綺麗なキャンディーで、ね、ゴールドっぽくなると思うんですけど、はい、これも面白いでしょ。さあこれも、知ってる人は懐かしいんじゃないですかね。 FD 彫刻で作ったんですけど、はい、こういうね文字とかもできます。これも水性塗料を使ってるんですけど、こいつもね、さっきのはちょっとねあんまり走らさなかったんですけど、 GTR こいつはガンガン走らしたんでね、やっぱりちょっと塗膜のねこの辺剥げてきたり、はい、しよるんですよね。はいはい、ずっとこんな感じ。はい、これもね今ね、例えばねベロニカブルーとか、はい、でキャンディーでやったらもっと発色よく塗膜も強くできるんじゃねえかなと思いますね。さあ次は赤を入れた感じ、塗料はタミヤのポリカスプレー、フロストレッドに裏打ちシルバーです、キャンディーカラーですね。惜しいんですけど、要するにこういう点をちょっと先っちょ頂点とかやっぱ色がね流れていくところとかが出てきますね。はい、赤もまあ面白いですね。多分だからこのショーアップだったらね、ちょっとまた試してみたいと思いますけど、しっかり色がついてくれるっていう。はい、でこの辺は同じようにサテンシルバーからの、裏打ちシルバーですけど、こいつは裏打ち黒までしてます。黒のね裏打ちまでするとこんな感じですね。でこっちがね黒の裏打ちしてない今回方、ちょっと分かりにくいかな。実物見たらね分かるんですけどね、ちょっとやっぱね発色が、こっちの方がいいと思います。はい、というわけで、彫刻のね塗料、これねこのクールレーシングさんっていうね、皆さん知ってますかね。これこういう彫刻のねするね、会社があるんですよね。で実はねこれ愛知県の会社なんですけど、この10月やったかなかなんかに、そのうちからもう5分ぐらいのとこに大阪支店ができるらしいんですけど、これちょっと楽しみなんでね、またね機会があったら取材来たと思います。はい、あとはこの鉢巻きの部分ですけど、これもね、最初説明したフィルムで、裏側から貼ってあります。もちろんね、透明のフィルムなんで、普通のねインクジェットプリンターで作っとるんで、こう白は出ないです、もちろん。なのでここ透明な状態で来るんですけど、フィルムを内側から貼って、さらに裏側から、白の、シートを貼っています。はい、まあ、二重に貼ってるってことです。はい、でも内側から貼るんでね綺麗にいくと思いますよと。はいはい、あとドアの開閉とか、この辺のねドア内の、はい、作り方とかは、こいつのね、制作機動画アップしてるんで、またそいつを見てください。今回は説明しませんと。はい、まあこの辺にマグネットを仕込んでいて、こっちにもこいつマグネットを仕込んでいて、こいつがバチッと、はい、閉まるという感じです。はい、それからですね、前回の動画でもあのホイールホイールって言ってたんですけど、はあ、このね最近買ったんですけど、このね鉄人のホイールなんですけど、僕よく気に入って使ってて、こういうね、はい、かっこいいんですよね。で何がいいかって、ここでオフセット、ここどこにパチンってはめるか、この要するにリムと別のパーツになってて、このホイールのオフセットを変えれるっていうねやつなんですけど、
でね、この車用に似合うかなと思って、はい、買ってみたんですけど、ちょっとしっくりこないんで、また使いたいと思いますけど、多分ね、こういうね、NSX とか、こういうスーパーカー系とか、はい、多分めっちゃ似合うと思うんですよ。あとね、次ね、赤いランボルギーニ作ろうとか思ってるんでね、その時のように撮ってみたいと思います。はい。これもまあこうやっていろんな色が出てて、これは、つや消しのシルバーなんですけど、ここもショーアップカラーの、トーチレッドで塗ってみました。はい。はい。こういうのもね、塗膜が強いんで、はい。おすすめできる塗料だと思いますよ、と。はい。はい。そして、ドアミラーの部分なんですけど、ちょっとね、これもショーアップカラーさんの面白い色、基本的にね、こう赤とかオレンジ黄色っぽい感じなんですけど、こう光の当たり方でこうグリーンが出てきたり、ほらちょっとわかるかな、これも面白い塗料なんですよね。でまた太陽光の下で見るとまた違った表情出るんですよね。はい、これはね、この液晶メイプルってやつで、これ見た目白い液体なんですけど、ただ今回は黒の上に拭いただけなんですよね。下地になんていうのこれリアルブラック、はい、普通の黒です。でこれ拭いてその上に液晶メイプル、これもごく薄くです。薄く塗った時と厚く塗った時とまた表情変わってくるんですよね。ちょっと面白い塗料です。はい。でこの液晶シリーズも、何種類かいろいろあります。これはスカラービュース、これはちょっとね、これも液体白いんですけど、こいつに使ったんですよね。どこやったかな、これはちょっとブルーの上に拭いてるんですけど、わかりますかね、ちょっとグリーンがかったこういうね六角形の、はい、こういうのうっすら和柄作ったりしても面白いと思うんですよね。はい、はい。というわけで、ボディの説明でしたけど、説明し忘れたことはないですかね。はい。何かまた質問がね、別にね、ここどうなってんのとかね、あったらね、コメント欄に書いてください。はい。できたら日本語で。それでは、今回はこれで終わりですけど、まだまだね、ちょっとね、いろいろね、頭の中にやりたいこととかもいっぱいあるんで、形にしていきたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。